北洲町は、愛知県北洲村郡にある町、奥三河と呼ばれる東三河地方北部に位置する。三の三河高原に囲まれた山間部の町であり、自治体面積の約9割を山林が占める。地質は、中央構造線から近く、両家河口岩や両家偏成岩が分布する。また、北洲村郡の中心的な町である、愛知県長野県。 田口劇場古くから人の活動が見られ、川向市場口では旧石器時代の石器が見つかっている。狩料採集社会だった縄文時代には食料が豊富だったため多くの人々が生活した。中央構造線から近く、黒曜石の産地にもなった。しかし、弥生時代になると山間部の水田開発が困難なため、ほとんど人が住んでいない状態になった。 古墳時代になると、名倉盆地に人が住み始めたが、稲作は容易でなく経済力が弱く、小規模な古墳しか見つかっていない。律令時代に、鴨群、金ネ等の一部となる。平安時代末から、高橋新城、設楽荘の一部として、荘園開発がなされ、境川が、両将の境界となった。戦国時代になると、三加味方衆の菅沼氏が、 タミネ城を拠点として支配するようになったが、やがて、武田信玄や、織田信長、徳川家康の勢力下となり、武田信玄によって、津津金山の開発も行われた。また、武田信玄の信仰で領域化されたことで、16世紀に、鴨郡軍や保育軍から、設楽軍に移った。江戸時代には、幕府領や衣藩領などであった。旧 したら役場10月つぐ総合支所12月行政機構したら警察署10月したらちふれあい広場11月したら子どもセンター11月つぐ郵便局12月本部駐在所本部文書文献書主な郵便局フレンドシップ相手国2005年日本国際博覧会では一市町村一国フレンドシップ事業が行われた名古屋市を除く愛知県内の市町村が百二十の 万博公式参加国をそれぞれとして、フレンドシップ相手国として迎え入れた。姉妹都市、名倉地区の牧場7月2005年時点の15歳、以上就業者数を見ると、第1次産業が706人、第2次産業が787人、第3次産業が1697人となっており、第3次産業従事者の割合が過半数を占める。また、 過去の数値と比較すると、1965年時点では、それぞれ3937人、853人、1859人であり、第一次産業従事者の減少が目立つ。1990年と2005年を比較すると、農家数は1122件から843件に減少した。内訳を見ると、 第二種兼業農家の割合が減少し、代わって自給的農家の割合が増加した。主な生産物は収穫量順に水筒、トマト、キャベツ、大根、茶となっている。成田牧場など牧畜も行われている。事業所数は1975年度の41から5年後の1980年度に57にまで増加した。しかしその後は、 減少傾向にあり、2004年度は15となっている。工業品の出荷額等を見ると、1975年度に75、400万円であったが、1990年度に419、500万円にまで増加した。その後は3億円台で推移し、2004年に409、400万円と、再び4億円台に乗せた。特産としては、石屋醸造の日本酒などがある。 店舗数は一貫して減少傾向にある。1974年度と2004年度を比較すると209から102に減少した。対して販売額は140、294万円から378、12万円に、また1店舗あたりの販売額では684.4万円から3706.0万円に、それぞれ増加しており、店舗の大規模化を示している。 下良町では、中部電力株式会社が電気を供給している。旧津群村域での電気事業は、津村電気を参照現在の下良町域のうち旧津群村域を除く地域で初めに、電気事業を手掛けたのは、旧田口町にあった、田口電灯、後の豊川電気である。同社は1917年に開業し、下良町の全身4町村のうち田口町、名倉村へ、 電気の供給を始めた。その後段峰村も供給範囲に追加している。残るフリクサ村は、豊川電気ではなく本郷町の本郷電気製剤が1924年に供給範囲に編入した。したら町域に電気を供給していた豊川電気、本郷電気製剤の2社は1938年から翌年にかけ中央電力へと統合され、 続く配電統制により1942年に中部配電へと統合、この地域は同社の供給区域へと編入された。戦後の電気事業再編で1951年に中部電力が発足すると同社の供給区域に組み入れられ、現在に至っている。小中学校に在籍する児童、生徒数は1995年時点で676人で、 あったが、2007年時点で429人に減少している。愛知県立田口高等学校は、下楽町立下楽中学校、下楽町立次ぐ中学校、豊根村立豊根中学校、東映町立東映中学校と連携した中高一貫教育を行っている。自治体内には、名古屋大学の産地畜産実験実習施設がある。県立町立町立県立かつては、 田口鉄道や下田森林鉄道が営業していたが、いずれも1960年代に廃止されており、それ以降は町内に鉄道路線は存在しない。路線バス2005年の道路延長は、町全体で 491.8km。うち規格改良済み延長は 311.7km で、改良率は63.4%。舗装済み道路延長は431.9。 キロメートルで、舗装率は87.8%となっている。国道国道257号国道420号国道473号主要地方道。一般県道町道設楽町には400以上に及ぶ町道が存在し、独自の町道標識を持つ。また、旧津群村にも設楽町道の標識が設置されている。以下は、路線名の例。タミネ城。 本丸五点十二月タミネ観音七月、日光寺本堂十二月添沢温泉八月、関屋醸造の倉十一月城郭神,院神社、遺跡街道道の駅温泉公園博物館その他、文学芸能、ありがとうございます。